こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは生まれてきた意味というテーマで見ていきたいと思います。選択カードこちらから ABC で用意してますので、お好きなカードお選びください。生まれてきた意味と言いましても、なんかこう重々しく私はこのために生まれてきたんですっていうのじゃなくって、あ、そうそう、こんな感じ、私のね、生まれてきたのってこうなのよ、このためにみたいな感じで軽く、はい、聞いていただければいいかなと思っております。はい、なんかね、最近のテーマはなんかソウルフルワールドにすごい影響を受けてるような気もしますね。はい。ディズニーのね、映画なんですけれども。スピリチュアル好きな方とか、そういうこう、なんて言ったらいいのかな、生きていくみたいなこととか、考えるのが好きな方とかは、ぜひディズニーの、はい、ソウルフルワールド見てください。なんか、過去、私が一番スピリチュアル、なんか、ザ・スピリチュアルっていうわけでもないんですけれども、なんかそういうこう哲学的なお話にすごいハマってた時にね、見た時に良すぎて、なんか知りたいこととか伝えてほしいことを全部載ってる気がして、5、6回ぐらい見ましたね。はい。最近はなんか全然ね、そっち方面に私の意識が向かってないので、なんかこうちょっと最近ね、どっちつかずな、内容になっておりますけれども、まあそれもそれということなんですけれどもね。はい、ぜひ見てほしいということですね。はい、そういう気持ちが出ております。はい、ではね、早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方、見ていきたいと思います。生まれてきた意味についてね、聞いていきます。こちらのカードは崩壊、あなたは何にしがみついているのですか、というカードですね。不安定なものというものは全て崩壊する運命にあります。それは本来のあなたを取り戻すためです。はい、ということなので、なんだろう、ここの道は自分が通れる道なのかっていうのを、こう踏み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 していって、なんだろう、進める道を探していくみたいな、はい、そういうことをするために生まれてきたって感じですかね。だから A さんは結構こうスリリングと言いますか、安定した道というよりかは、そういうこう進めるのか進めないのかもわからないようなところから道を探し出していくとか、自分が、通れる場所を、探していくというか、はい、なんかそのような、人生を送るためにやってきたという感じですね。はい、そう、だから普通に人間としての感覚で過ごしていると、なぜ私の人生こんなに困難だらけなんだ、は？って思うことも、はい、あると思うんですけれども、でもよくよく考えたら、ただただそのなんだろう、まっすぐの道をね、こう綺麗に舗装された道を歩いてても、なんで生きてんだろうって思ったりとか、だからそのね、普通のこう引かれたレールを進んできたりとか、こうね、普通に学校行って仕事行って毎日毎日のルーティンでみたいなとかしてたら、すごいこうは？みたいになっちゃうタイプなんじゃないかなと思います。はい。でもやっぱりね、そういう方が、こう、たくさんいる中で、自分がそれをできないってなった時に、なんで自分って生きてるんだろうとかってね、思ってしまったりとかもあるかもしれないんですけれども、そういうその、自分の進むべき道を探すために、はい。なんか多分そういう道をいっぱい探して、だからこのね、今、地図ができてますけど、それは先人の方がこう足を踏んでいって、形をね、ここに道があってとかってしてくれたから今こうやって分かってますけど、だからそういうタイプの方なんですよね、きっと。そう、何かをこう新たに発見していく方だと思います。はい、そのために来ているので、だからたくさん、困難はあるとは思うんですけれども、やりがいを感じているというかね、よくそんなことできるねとか、なんかこう大変なのにすごいねとかっていうようなことをすることの方が、はい、こう有意義に、過ごせるんじゃないかなという感じで、はい、
伝わってきております。そんな A さんの現状をね見ていきたいと思います。はい、リープとハングドマンですね。はい、ふんふんふん。今はなんか本当になんかその本来のその自分の役割というかやるべきことに、やっていく準備ができた、そういうタイミングに入った。あとは本当に GO をするだけみたいな、うん、だから今までは普通にこうね、あの皆様とこう変わりないような当たり障りのないようなこう人生をやってきてたんだけれども、あれ自分はこうみんなと違うことをする人間なんだなとか、なんかそういう気持ちに今なって、だからそのね独立をしようだとか、自分であの会社設立するとか、なんかその安定じゃない方向を選ぶ時に来てるのかなと思います。はい、勇気はたくさん必要なんですけれども、もうそれをやれば私はそのいい人生の方にあのこうサイクルが、はい、回っていくっていうのを感じている。だからやります、やっていきます、だから頼むよみたいな感じの、はい、現状。そう、なんか本当にあの縁があるんだったら本当に頼むぜみたいな、まあないだったらないんでいいんだけど、こっちで合ってるよねみたいな感じで結構その勇気がいった方に足を踏み出している状態なのかなと思います。はい、で、割れてきた意味もっと詳しくね聞いていきたいと思います。はい、ラバーズとトラストダニーゴルですね。そうですね、なんかそのあなたがそうやってこうリスクを犯してまでこう険しい道に行くということが、これからの人類これからこうこれからの人々にすごく貢献していくっていう感じですかね。愛を与えていっている、まあ、行動というか活動というわけなんですよね。そう、愛されるし、そう、愛されるってことは愛することももちろんできると思いますので、なんかねすごくそのうーん楽しく、なんだろう、人生って本当に楽しむことが何よりなんだよねみたいな、なんか本当にあの研究家とか探掘家とか、なんかそのなんでそんな大変なことするんですか、なんでそんな危険な方にあの行くんですかって言われることが多々あるけど、この素晴らしいそのね困難を越えた先にあるこの素晴らしい景色をみんなにも知ってもらうために僕は頑張るんだみたいな、なんかそういうこうね冒険家の方とかこうねお写真をこうすごい景色を収めてくれたりとかありますよね。なんか本人も楽しいからやってる。で、そうやってこう残すことによって、あ、こんな世界もあるんだっていうので、こう、ね、あとの他の方たちにもすごいいい影響を与えていったりっていうのかな。なんか、あ、こうやって楽しみながらこんな素晴らしい発見ができてみたいな、そう、可能性を、まあ、伝えていくような方なのかなと思いますね。やっぱ現代社会で生きていくにはすごくこうストレスを抱えて生きていかないといけないじゃないですか。だからそういうことを、まあ、多分そういう社会生活も経験されてきた方もいらっしゃると思うんで、だからその違和感、それを抱えながら生きていくと、こう A さんのようなエネルギーを持った人はなんか病気になりやすいっていうのを感じるんですよね。だからまあそういうことも含めて、本当にもう A さんがすでにあの体を壊されてて、こうしたら病気になったけれども、自分にとってのそのいい活動、好きなことをしていたら、なんと、この病気治ってしまいました。なので皆様、あの体調がおかしい方とかは、自分にとっていい状況、環境に変えていきましょうみたいな、なんかそういう、行動を、起こしていくために、はい、あなたはこうそうやって生きていくというか、そういう、そうしていきたいっていうことで今回こうこのような目を受けたのかなというような、はい、感じで、受けて取れますね。はい、
でアドバイスね。はい、そんな A さんですけれども、もっと良くなるためにしておくといいことを聞いていきたいと思います。もうねすでにたくさんいいことしてくださってるんですけれども、もっとご自身が、はい、今の状態の中から良くなっていくために聞いていきます。はい、そうなんかね、まだ確信が持てていない部分があるのかもしれません。そのこうね、たくさんそうやってこう本があったりとか、まあ、先輩たちとかもっと偉人の人たちがそうやって やっていればいつかできますからみたいな感じで、やっぱこうね諦めないでやっていったらいつかちゃんとそのなんだろう、花が咲くとか、あのご自分がやるって決めたことをやり通していけばちゃんと身になるっていうのをこうみんなが証明してくれてるんだけれども、でも自分のターンになってみてまだやっぱりそのこう成功体験とかなんかこう納得いく、こう生きがいとしてこう、あ本当にこれをしてよくいいのかなみたいなまだ状態だったら、やっぱりこう本当にこの道で合ってるの、本当に私ってこのスタイルで行っていいのみたいな、自分ってこういう人間なんだって思いながら頑張って進んでるけど、どうしてもどうしてもまだまだそのね、あのしっくりきていないとか、なんかそのまだ確信になっていないみたいなので、やめちゃおうかなとか、なんかまだ今ならこう引き返せるかなとか、普通にこう生きていった方が楽なんじゃないかなとか、なんか、まあ、ちょっとその後ろ向きじゃないですけれども、こうね、なんかこう、もにゃっとした、はい、気持ちになることがあるかなと思うんですけれども、なんか、そう、今は本当になんか無理せず、なんかこう、タイミングがあるから、なんかこう、がむしゃらにやってもダメだし、こう、なんだろう、みんなに早く知ってもらいたいとか、その早く成功体験につなげたいっていうので、こうやらなくてもいいことを頑張ったりとかっていうのもしちゃダメですし、本当になんか本当は本当に好きなことだけもうそのまま衝動的に自分の心の赴くままにやっていくことが一番大事なんですよって感じなんで言われてますね。はい、ちょっとすごいこう思考が深い方だと思うのでね、こうやってなんか誰も行かないところに、行くっていう方なので、まあ、警戒心もなければ命を落としかねないわけなので、なんかそんな感じですごいこう慎重であり繊細であり、なんかそういうこう敏感でないとやって進めないですし、だからこうね、日常の中ではすごくそれがしんどいセンサーになってたりするかもしれないんですけれども、ちゃんとその時は来るから、それまではなんかそう無理せずやっていくことが一番いいかなって感じですね。だから難しく考えずに、今はこれをやりたいだったらそれをやっておいてっていう感じですね。はい。で、あなたの先輩とかなんかその偉人、メンターっていうのかな、とかなんかそのあなたにこう尊敬、あなたが尊敬している人とか素敵だなって思うような人たちとの関わりをもっとつなげていく、増やしていくというか、いいのかなと思いますね。だから、なんかソロ活動っていうよりかは、自分が今こうやってやっていきたいなっていうことをもうすでに特化していらっしゃる人のところに行って、話を聞いたりとか、仲間に入れてもらうとか、そういうことをしていくといいのかもしれないですね。で、なんか、本当にあなたの、その、先生となる、あなたに美しくある方法を教えてくれるのは、大自然だったりするのかなと思います。なんか、お花、とか、美しいもの。まあ、お花っていうので来てますけど、A さんにとって美しいもの、っていうのを参考にするといいかもですね。
だから K-POP アイドルが好きな方は K-POP アイドルの、活動とかを、参考にしながらやっていくとか、はい、そういう感じかなと思います。はい、だから、うん、グッズを飾ったり、それがお花がね、あの好きだなとか自然が好きだなって方はお花をお家に飾ったりとか、はい、いいかなと思います。はい、そういう感じでちょっとやっていくと、あのまあ心があのキランとするっていう感じですかね。はい、やる気が出るとかモチベが上がるとか、そういうことだと思います。はい、で結果見ていきます。はい、イニシエーションとチャリオットの逆位置。はい、やはりこう足を止めたくなるようなことは多々あると思います。その自分がやってこれこのために私は生きてるんだって思って進んでいっててもやっぱりこう疲れてくると、なんでこんなとこにいるんだろうみたいな、やっぱ普通にこうあの安定した場所でこうぬくぬくと生きていった方が楽じゃないかっていうので、もう戻ろうとしたりとか、あの諦めて帰る家に帰ろうかなみたいな、はい、気持ちになることはあると思うんですけれども、そこを抜けさえすれば、越えさえすれば、その先には明るい未来しかないんですよね。うん、今はもちろん本当に大変だと思いますけれども、ちゃんと乗り越えた先にはあなたのそのこのために生きているんだっていう結果が待っているのだから、今ここで諦めてしまってでも、なんだろう、またそこにね向かってあの頑張らないといけなくなることが何回も何回も繰り返されるだけですし、ずっとずっとそれをこうやっぱりしんどいからやめますってしてても、それがこう体の不調だったりその病気とかにあのつながってきちゃったりっていうことになったりとかで、結局何にもいいことがないんですよね。その今はちょっと、なんだろう、逃げちゃおうじゃないですけれども、だから山登りしてる途中でもうしんどいから帰ろうって言って、でもその山のてっぺんにあなたがそのなんだろう取りに行かないとも行かないといけないものがあるだったら、やっぱりいつかは行かないといけないじゃないですか。で取りに行かなかったら、なんかそのこう悪い影響に変わってしまうってなったら、あざさとあの時途中まで登ったんだから頑張って行っときゃよかったなとか、そんな急いでね行かなくても別にテント張ってねゆっくり行きゃいいじゃないですか。し本当にしんどいとか大変だなって思ったら休み休みで行けばいいですし、そうだから最後までやりきる、その最後っていうのがゴール、うん、最後っていうかまあゴールですよね。ゴールした後もそれで人生が終わるわけじゃなくて、そこでゴールしたやったっていうところからまた新たなシナリオがこう更新されるわけなので、そこで終わりだと思わずに、うん、ゆっくりでいいからそこまで行っちゃったらこう世界が変わるから、あの諦めずに、うん、ゆっくり、本当にゆっくりでいいからって感じですね。うん、なんか全然焦る必要はないです。はい、うん、体力がこう許す具合で、はい、やればいいんだと思いますね。うん、そう、本当になんか世界が変わるんですよ、その先に。で、このままでずっとこういてもいいことはないから、やっぱ先ね、うん、先に進むっていうことを意識してほしいかなと思いますね。本当に大変だと思いますし、あの通常の人間の感覚で過ごしてたら、そんなとこ絶対にあのリスクマネジメントが反応していかないみたいななんかその選択絶対しないだろうみたいなことをしていかないといけないので、結構大変だとは思うんですけれども、はい、やっちゃってください、よろしくお願いしますまあ無理せず、ゆっくり、焦らず、心の赴くままにっていうことで、はい、お願いいたします。じゃあ以上が絵を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。生まれてきた意味というテーマで今回見ていくんですけれども、選択カードは Take a Break が出ております。 B さんはバカンスしに来たんですかねはい、
そうですね。なんか本当にその今回の生まれてきた意味っていうのは、この地球を楽しみに来ました。この地球で起きてくるすべてのことを楽しみにしてきましたみたいな。だから、海外旅行に行きますみたいな感覚ですよね。だから、まあ、ね、皆さんがアメリカに行きますとかってなったら、アメリカってすごいこう日本と違うことがたくさんありますよね。だから困ることとかこう大変なこととかたくさんあると思うんですけど、それも旅の醍醐味として、なんかこんなことあって楽しかったなみたいな、めっちゃ大変だったし、なんかうわーって思うこともあったけどみたいな、なんかそんな感じで今のこの生きてる今の今世っていうのは、なんかそんな感覚で楽しむために来てるっていう、本当にバカンスしに来てるって感じなんですよね。だからそのそれを忘れて生きている人とかだったら、なんで私ってこんなにこう喜怒哀楽激しいんだろうみたいな、普通にこうなんだろうな、そのまんまね、あの受け答えとかなんかスルーできたりとかしたらいいことを、なんか知らんけどすごくこうわーってなることはわーってなるし、楽しいことはわーって楽しめるし、かといってなんかこうショックなことはズドンってショックになるしみたいなのって、やっぱこう楽しみに来てるから、こう感情も高ぶっててワクワクもしてるしみたいな感じで、だからそうなってるんだよみたいなことですかね。はい、やっぱこう仕事でなんかもうあのね、ルーティン化してたら、なんかこうね、いろんなことが起きても、はいはいわかりましたみたいな感じでこう冷静にというか適当に流せるじゃないですか。でもなんかそうじゃないっていうのは、日々日頃ね、なんかすごくこう熱くなってしまうっていうのは、楽しみに来てるからなのかなって感じですね。うん、だからそれを忘れずに、今回もなんか今回もなんだ、この今世を、過ごしていただくといいかなって思いますね。だから例えばハワイに行きました、それでなんかこう嫌なやつがいたりとかね、うん、したら、なんだあいつ、やっぱこういうとこにはこういう人もいるんだな、わははみたいな感じで、旅の思い出にできるみたいな感じで、うん、今のその現状でなんかすごく難しく考えてることがあれば、わははっていうぐらいの気持ちで、エンジョイしていくのがいいのかなっていう感じですね。はい、それをちょっと思い出していただければ、すごくもっとハッピー、うん、になるんじゃないかなというようなことを、はい、言われておりますね。で、そんな B さんの現状をね、聞いていきたいと思います。はい、シェアヨアボイス、はい、プリエステスの逆位置。はい、そうですね。なんかすごく、その、厳密なスケジュールを立ててたりとか、なんかこれをこうしてこうしてこうしてみたいなことをしないと済まなかったりっていう感じで、まあ、こう、旅？なんかバカンスとして例えで言いますと、そのままで、その通りに行かないとすごくこう、わーってなったりとか、なんか、残念な気持ちになったりとかっていうのがあると思うんですよね。でもそうじゃなくて、なんかこういろんな、こうなんでしょうね、一人旅だったら、自分のその計画、こうで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 っていう計画をこうただただ地道にね、進めていくだけだったところを、なんかこう誰かとの関わりによって、なんかこうドラマが発生してる。なんか本当は自分こうやって進めたいって思ってたのに、この人の影響によってこうなっちゃったわーみたいな、いろんなことに対してね、うん、こっちはこっちでこの人の影響でこうなっちゃったあれーみたいな、自分はこうしようと思ってたのになみたいなのが、うん、なってるのかなと思うんですけど、なんかそれでこうすべてのことを、なんかこうなんだろうな、こうすごく重く捉えてる部分が若干あるかなと思うんですけど、そうじゃなくて、なんかそれをなんかこう共有して、
こんなんあったわ、わら、みたいな。なんかそういうことを、うん、本当はしていきたいのかなっていう感じがあるんですよね。なんか、そうですね。だから、旅ブログとか、最近だったらこう旅漫画、なんかこう日常漫画書いてる人とかたくさんいますよ。なんかそんな感じで、あ、私のなんかこの日々日頃のこととかもなんかネタにして、あの、やっていけたらいいのになみたいな。うん、だから旅アカウントとして、あの、ここに来ました、ここに来て私はこれをしようと思ってたのに、こういう人の影響によってこんなことになっちゃいました、面白いですね、みたいな。なんかそういうような、もうノリでやっていきたいみたいな感じが、あの、若干あるのかなというか、なんかそうした方がいい気がするっていうのかな。自分でそうやってちょっと若干思ってるかなと思うので、なんかまあ今 SNS とかでね、あんまりこう共有しすぎても炎上しがちだったりで、余計にね、ストレスになっちゃったりすることもあったりとかあると思うんですけど、なんか、あの、あんまり誰も見てないであろうゆるいブログだったりとか、アメブロとかも最近すごいこうゆっくりめですよね。皆さんこうお好きに、書いてらっしゃる方多いと思います。なんかツイッターとかインスタとかだと、あの、勝手に目に触れやすいので、あの、どっちかというとそっち系で、こんなことありましたみたいなことを発信していくと、今の現状的にはいいんじゃないかと思いますね。なんかそういう感じですよね。共有したさあるかなと思うので、はい。まあ、もちろん YouTube とかでね、やっていただいてもすごくいいかなと思います。はい。で、生まれてきた意味で聞いていきたいと思います。詳しくね。はい。スターマザーとフェールフォーチューン。なんか自分自身を大切にするための旅、今回は。多分そのいいことを前世か、この生まれる前にされたと思うんですね、 B さんは。で、あなたがしたいことは何ですか？みたいなのを聞かれた時に、地球でのバカンスですって答えたと思うんですね。だから地球で、こう自分が今までこう経験してみたいと思っていたことをすべて、あの、経験させてくださいみたいな感じで、言ってきたのかもしれないですね。本当に、あの、自分が望むものをすべて、あの、こうフルパッケージでやってきたって感じですかね。だから多分その今人間として生きていく自分からすると、なんでこんなにいっぱいいっぱいなんだみたいな、こんなになんかいいことももちろんたくさんあるけど、それと同じぐらいなんかすごい大変だなって思うこと起きるんだろうみたいなのっていうのは、なんかフルパッケージでしちゃったから、全てを経験するって言ったので、だから感情がないっていうか、その魂状態からしたら、あの、傷ついたりしないから、だからこの言葉を言われて傷つく人もいれば傷つかない人がいるみたいな感じで、同じ状況が起きて嬉しい人もいれば嬉しくない人もいるみたいな感じで、だから、あの、今のその B さんのこう性質には合わないことも、他の誰かからすると、その素晴らしい経験として、あの、捉えられてしまうこともあるわけじゃないですか。だからそんな感じで、全てをやりますって言ってしまったから、自分に合わないこともなんかすごいこうやってきている状態があるのかなっていうのが、あの、感じましたね。そう。でもそれも、あの、自分が望んでそういうことも経験したい、なんかこうもう全部知りたいみたいな、全部やらせてくださいみたいな。そう。もうこんな機会ないだろうから、もう全部ちょうだいみたいな。はい。なので、そう。だから、一つ一つを、
こう重く捉えるっていうよりかは、わあこんなこと起きた、あこんなことあった、こんなこと起きたみたいな感じで、うん、捉えていただくのが、なんか一番 B さんにとってすごいこう良きことなのかなって思いますね。あなたへのギフトなんですよ、すべて起きてきてる今すべてのことが。だからそれについてこう、まあ、人間的感覚でこれはこうで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 とかって考えるよりかは、わこんなこと起きた、わこんなこと起きた、わみたいな感じでやったーじゃないですけど、嫌なことにはねやったーって言いにくいですけれども、なんかわーこういう感じだったんだ、なるほど、わーみたいな、うん、なんかそんな感じでこうね、自分が最初に設定しちゃったので、すごいこうもうこんなにいっぱいいらないよって思うかもしれないですけれども、はい、まあどうせ来るんだったら、うん、まあ楽しむかみたいな感じでやっていただくといいかもって感じですね。すっごい大変なんじゃないですかね本当に、はい、フルパッケージね。はい、ではアドバイスね聞いていきたいと思います。よりよくやっていくためにしておくといいこと聞いていきましょう。はい、だから自分がそういう立場の人間であるというような認識をできれば、だから、なんだろうな、なんか芸能活動とかしてる人とかって、すごいこう、いろんなお話をこう したりするじゃないですか。で、みんなにこう、興味を沸かせたりとか、楽しませたりとか、あ、こういうことあるんだ、私もこんなことしてみたいな、とかって思ってもらったりとか、なんかそういうことをするのが多分一番いいんだと思うんですね。その、無駄に経験させられることっていうのを財産に変えるのが一番いいのかなっていうので言われてますね。うん。なんかそれを自分で全部持ってても、もうなんか、疲れるし大変じゃないですか。だったら、あ、これ必要なの、じゃああげるよ、みたいな感じで、いろんな人にこう配っていったら、まあ、自分は身軽にも気軽にもなれますし、お礼にっていうので、もっといいもの、もっといいものっていうか、その自分が喜ぶものに変わって帰ってくるっていうのかな。うん。みたいな感じで、ちょっとうまく処理していただいたらね、いいんじゃないかなと思います。なんか本当に、ときめき、キラキラ、嬉しい、楽しい、ハッピーみたいなのを、こう、意識してやっていただく。なんか本当に、だからその、こう、宇宙的なエネルギーを持って生まれてきてる方だと思うね。だから、本当にその、純粋無垢、なんか人間のその、人間の殻に入る前の時って、わ、全部欲しい、嬉しい、みたいな感じでやってきたけれども、人間の殻に入ると、あ、こんな、向き不向きとかいろいろあるんだ、大変ってね、うん、思って、やっとそういうことがね、理解してきたってなったので、その前の時の感覚に戻って、この体でも、あの時のような、こう、ピカピカな気持ちになれるものだけを、ちょっとこの体には与えていかないと、やってらんねえよ、みたいな感じの、うん、ことをしていただくといいかなと思います。何言ってるんだろう伝わってるのかな、これ。うん。そう、だから、本当に自分に合うもの、自分の体に合うもの、はい、今の体に合うもの、だけを置いておく。で、あ、これ自分には合わないなって思うものは人にあげる。なんかその人にあげるために発信していく。なんかまあ、シェアユアボイスってことですよね。これいる人いますか？みたいな。これこんなんでしたよ？みたいな。っていうので与えていくと、まあエネルギーの形的にあなたにとっていいものが返ってくるよっていうことで、はい、言われてるので。そう、だからなんかお話しする人とか、なんか本当に松本人志さんみたいな感じですかね、パワー的には。うん。そう。だから、こう、好きなことを好きなだけやって、で、うん、いろんな人に、こう、分け与えていくみたいな、はい、感じですかね。はい。で、結果見ていきたいと思います。ムーンと D
ディープレプレッシメント。はい。そうですね。なんか本当に芸術系のパワーを感じるんですね。水商売みたいな。それ水商売ってそういうね、夜のお店だけに関わらず流れがあるもの、流れとかその、みたいな感じの方ですね。はい。芸能活動も多分そっち系だと思うんですけれども、そういうインフルエンサーの方とかも、同じような感じじゃないですか。なんかそんな感じのすごいエネルギーを感じるので、なんか本当にこう、オフィスでデスクしてとか、なんかその人間関係にこう苛まれながら苛まれる、なんかそういうこう堅苦しいことっていうよりかは、こう水のようにこう流れに任せて好きなようにやっていくみたいなことの方が多分向いてらっしゃるのかなと思うんですね。なんせバカンスに来てるので、バカンスに来てるのに、オフィスで仕事しないじゃないですか。バカンスに来てたら、海に行くんだよ。水、綺麗な水辺に行くんだよ、みたいな。なんかそういうノリを感じますね。はい。なんか本当にお水結構、出てるんで、そう、多分海に呼ばれる方多いんじゃないですかね。はい。そう、本当になんか、そういう感じでいてください。もう本当にあなたのなんか想像、妄想、その頭にあるアイディアっていうのが財産なんですよ。それを、ああ、だるいなとか、こんなこと考えるの嫌だなとかって思うんじゃなくて、それを作品にするとか、それをアイディアにして、なんか脚本家さんとかも向いてるかもですね。なんか、出していくみたいな。頭の中に置いとくとうるさいし邪魔だし、なんかこうなんだろう、本当に目障りなんていうの邪魔なんですね。はい。でもそういう必要な形にして出して、誰か必要な人使ってくださいみたいなことをすると価値として帰ってくる。もう報酬ガッポガッポですよね。はい、みたいな感じで、なんかそういうことが向いてるって感じですかね。頭でこう考えるよりそうすることがいいって感じです。はい。本当になんかイージーモードで生きていくことの方が向いてらっしゃる方だと思うので、ちょっと今すごく現実っぽく生きてますって方は、なんか堅苦しく重たく生きちゃってますって方は、ちょっとそんな感じで意識していただくとすっごく円滑になっていくかと思うので、試してみていただけたらと思います。はい。アイディアマンだと思います。だって全てのことやらされてるのでね、私に何でも聞いてくださいぐらいね、感じだと思います。はい、みたいな感じで、はい、B さん以上です。ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていきたいと思います。生まれてきた意味で本日は見ていきます。はい。ピラーオブライトが出ております。光の柱。つながっていらっしゃる方です。はい。ズドーンと。はい。本当に、スピリチュアルパワーというか、スピリチュアルっていうよりかは、なんか第六感がすごくこう、なんていうの？育ってるとか、敏感だったりとか、なんか、なんだろうな、自分はこれをすればいいんだとかっていうのはすごく分かったりとか、天の導きがすごくこうはっきりと分かってる方とか、なんかすごくつながってるみたいな、はい、方だと思います。はい。そう、なんか宇宙からの使い手、なんて言ったらいいのかな、なんか探索しに来た人っていうのかな、様子を見に来ましたみたいな。
そうだから宇宙人ですみたいな人が多いかもしれません。あなたはどこから来たんですかとか、あなた本当に変わってますね、人間ですかとかよく言われる方多いんじゃないかなと思います。なぜなら探索しに来てるので、つながりながらここにいるので、それやっぱりその普通の人間とは違いますよね。あの人間の形はしてますけれども、そのままあの天界からそのまま降りてきたみたいな、はい。なのでちょっとこうあのエネルギーが全然違ったりするのかなと、うん、宇宙の H が入ってるんです、あなたの魂と体には全ての細胞に。なのでそんな方はね、こう全ての生命体があなたをこうガイドしようとするわけなんですよ、うん、本当に運が良かったりとか、何にしてもうまくいったりとか、そう、そういう方多いんじゃないですかね。はい。なぜならパワーがね流れまくってますのでそう、でもやっぱそういう方って結構こうちょっとだれやすかったりはあると思うんですよね。スーパーパワー持ってたらなんかそのまんま別に何もしなくてもいいから、まあいいかこのままでみたいな感じになったりする人も結構いると思うんですね。はい。なんかあの異世界転生系とかであるじゃないですか、あのこうちゃんと頑張ってもらうためにパワーを与えてよ このねこの世界によこしたけれども、こいつ楽してんなとか、あのやる気ねえなみたいな人も時にはいると思います。はい。そうなので、あの C さんはあのそっち側にならないようにちょっとあの今一度思い出してもらうために見ていきたいと思います。はい。現状ね見ていきたいと思います。今どんな感じなんでしょうか。はい。タワーの逆位置とプレアリスですね。はい。だから自分がそうやってつながっているというか、宇宙の使者、宇宙からの使い人なんて、なんかフィットしないな。こう、まあ、宇宙人でいっか、シンプルに。はい。宇宙人だということを理解しております。はい。で、宇宙人で自分はパワーを持っているので、そのパワーを使って、この世界を、まあ、こう、なんかいい風に変えていくというか、エネルギーをあの、こう、注いでいくというか、なんかこう、窓紛のキューベみたいに、そのエネルギーを発生すれば、こっちのエネルギーで使えるからみたいなんで、こうちょんちょんってねしたりとかするみたいな感じで来てるかなと思います。あんなにこうダークな感じじゃないですけれども、だから自分が興味を持つこととかっていうのはなんか他の誰もが持たないから、なんかそれをこうなくしてしまっては困るから、なんかあのそれにエネルギーを注いで他にもそうやってこう興味を持ってもらったりとかっていうので、まあこう地球の循環を良くするためにいろんなことをしているんじゃないかなと思います。自分がやらねばいけないみたいな、はい、感じでやってる方いらっしゃるのかなと思います。誰もやらないから私がやりますよみたいな、はい、必要だからやってますよみたいな感じですね、うん。そう、ただあの人間的な感覚もやっぱりこう普通にね生活していく中で身についてしまうので、なんかみんな誰もやらないことを自分がするってなんだろう変だなとかっていう気持ちにもなったりすることもあるかもしれません。なんかいやー別にやらなくてもいい気もしてきたみたいなことに、うん、なることも多々あるかなと思うんですね、うん。だからあのやりたくなくなっちゃったとかめんどくさいなって思ったら、それはそれで、あの、なんていうのかな。A さんじゃない、C さんのパワーを尊重されるので、なんかすごくこう、なんて言ったらいいのかな。上層部だと思うんですよね。このパワーを託されたまま、ここに来てるわけなので、誰もあなたに文句は言わないよ、みたいな。うん。でも、やることだけをやっていただければ、みたいな多分立場の方だと思うんですよね。だから、今のところ、やだ、やりたくないよ、って言ったら、それはそれで全然大丈夫だと思うんだけれども、でも、これだけはやれよって言われてるんだから、これはやらなきゃな、みたいなので、ちょっとこう、いろいろ思うことはあるのかなと思います。はい。で、そんな C さんの生まれてきた意味について、もっと詳しく聞いていきましょう。はい。なんか本当に、こういう地球に
するんだみたいなことを、計画書があってそれに基づいて動かすためにやってきてるっていうのかな。だから、なんか使命感はすごく強かったりするんじゃないですかね。こうしないととかしていかないととか、なんか人とは違う技術を持ってて、まあそれを使わざるを得ないような状況であったりとか、なんか本当にこう地球を良くするための、パワーを持ってらっしゃる、司ってるんじゃないでしょうかね。はい、そう、本当になんかあの楽園にするために来たみたいな感じですかね。本当になんかあのこの地球のこう淀みとか汚れなんか、を洗っていく。だから川とかも流れがない淀んでしまった川ってむちゃくちゃ濁ってたりするじゃないですか。でもこう流れ続けている場所は綺麗ですよね。こう循環されているのでみたいな感じで、なんかそういうことをしに来たっていうのかな。その淀んでいる場所を循環させるために、なんかそういう清掃員じゃないですけれども、なんかエネルギー循環員みたいな、はい、感じでやってきてるんだと思います。はい、本当に全ての場所が美しく綺麗で荒れるように、はい、しに来ているという感じですね。だから本当に都会とかそういうエネルギーがすごいグワーって動いてる場所好きだったりすることもあるかもしれないですね。でもあまりにもエネルギーがあの多いところってその分淀みがたまる部分も結構多かったりするので、テンションは上がるんだけれどもすごく疲れやすかったりとかっていうのがあったりするかもしれないですね。はい、そう、だからエネルギー、すごいエネルギーを感じますね。はい、 C さんからはエネルギーみたいなはい、そう、だからそういうスピリチュアル的な、職業だったりというか、まあ人の持ってるオーラとかパワーとかそういうのとか、そう、エネルギーはまあ全てにありますけれども、なんか全体的にこの地球にとっていい形になるようにしていくことが大事、なんかそういう、それをモットーにって感じですかね。綺麗にしますみたいな、もう全部あの楽園に変えてしまいますよみたいなはい、感じの、その、はい、特殊工作員みたいな感じですね。はい、そんな C さんですけれども、もっと良くなるために今していくといいことを聞いていきたいと思います。はい。今はそんなになんか急がなくていいっていう感じですかね。なんかね、その、なんだろう、急がなくていい、急かされてるとか、なんか焦ってるとか、こうしなきゃ、こういう風にしていかなきゃ、こうでなくちゃとかって、なんかそういうことをやめてほしいっていうのかな。だからなんだろうな、もっといい世界にするんだ、もっといい風にするんだって気負わなくていいです。気負ってしまうと良くなくて、なんて言ったらいいのかな、なんかこうしなくてはっていう風に思うのは手放す。で、なんだろうな、自然に、なんか難しいことを言われてますね。なんか
なんだろうな、リセットとかそういうのが大事だったりすることもあるっていうこと言われるんですね。なんだろう、だから何って言ったらいいんだろう、一回消滅しないといけないこともあるみたいな感じかな。なんか楽園を保つために必要なものがあるけれども、それを消さないようにこう必死でもがくけれども、それが一旦消えることが必要なこともあるみたいな。でそこから消えて残ったなんか種がまたこう新たに芽吹いて新しいことに変わるみたいなこともあるから、なんかその終わることは終わった方がいいこともある、でそれが終わらなければ始まらないこともあるみたいな、なんかそういうことも言われてるので、終わってもいいことは終わらせて手放していくといいかなって感じですかね。なんかそうですね、取り切れるものは取り切ったらいいんですけれども、もうなんか自分のエネルギーを焦がしてまでどうにかしなきゃとかっていう風に思わなくていいよっていう感じですかね。なんか難しいですね。そう、本当に何だろうな、違うことは違う、必要な、違うことは違うんだって手放すことも必要だよっていうことを言われているかなと思います。はい、どういうことなんでしょうね。ちょっとまあ結果でまた教えてくれるかな、聞いていきたいと思います。はい、フィールオブフォーチューンとエバーアンフォールディングローズですね。なんか本当にその多大なる、なんて言ったらいいんだすごく大きな役割を任されてるんだと思います。だから人間的感覚でいると本当にそれをやらないとって思いながらもこう難しいっていう形ですごくなんか消費してしまうことが多々あったりとかあるのかもしれないですね。でもなんだろう、一回こう手を離して、でまたそれをつかめるタイミングになったらつかみに行くっていうこともいいのかなっていう感じですかね。なんかそうですね、難しいですね。なんか人間である自分とその宇宙人である自分とっていうことの理解、それとこれは別だよっていうことをしっかり踏まえた上で、ちゃんとその自分、どっちもでも可能になった時にそういうチャンスっていうのはまた訪れるから、なんか無理はしなくていいっていう感じですかね。だから無理しすぎて、もうなんかその宇宙人活動をもうやめますみたいな。もう私は地球人になり下がってしまったんで、なり下がったって言い方あれなんですけど、なんかその宇宙的パワーを持っていながらもできないってことは、もう私にはできないんだって、もう普通の人間になりますっていうんじゃなくて、その肉体、でもそのパワーを持ちながら肉体でもやっていけるタイミングが来るように、いいタイミングが設定されているので、諦めたりとかその終わらせたり、自分が自分であることを終わらせたりっていうんではなくて、本当に大丈夫なタイミングが来るまで、そのままあなたの力をこう育てながら過ごしておいてほしいっていう感じですかね。なんか本当にこう
使命感とか、これをやりたい、こうしたいとかっていう気持ちはすっごくあるのに、全然できないから、もう何のために生まれてきたわけ？もう嫌なんですけど、もういいみたいな、もう知らないみたいな感じで、もう私はこんな夢やめますみたいな、諦めますみたいな、知りませんみたいな風にしてしまいたくなる時が、あるのかな？でもなんか、そうやって手放すことも必要なのかな。それを一回忘れて、気楽にこの地球を楽しんで、で、そういえば今ならできるかもっていうタイミングでやったら、できるようになるから、なんかもうこの超能力はもう消してしまうみたいな気持ちになるんではなくって、そのままこう磨きながら、いつか使う時が来る時に使うために大事に取っておこうみたいな、大事に育てて、いつでも使えるように準備しておこうみたいな感覚でいるといいのかなって感じですかね。本当になんかちょっと生きるのしんどくなることとかがあるのかもしれないですね。そのいろんなこう使命感というかプレッシャーとか、なんかいろいろと現実とその、スピリチュアル的なことと理想と、なんかこうバランスがなかなか難しかったりするかもしれないですけれども、まあ、ちょっと気楽に、一旦休むというか手放していくっていうのもいいきっかけ、いいチャンス、今いいのかなという感じで、はい、言われております。なんか伝わってるんですかねこれはい、以上がね、詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。良ければ何かきっかけになれば嬉しいです。はい、チャンネル登録高評価していただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。